おはようございます、磯丸です。というわけで今月ラストの実戦でございます。いや、現状のポイント状況でいうとおそらくやけど有利展開なんですよ。で、彼らの実戦がもう多分ないのよね。え、じゃあ勝ち確ってこと？あれ、いや今日はあんな、今日はあの二人がかりで言ってる、最後の本気でまくりに来る。だからあの人らのカルジューバーのバカ力っていうのは本当にすごいから、まあレンジロー、ジャン君の本気、まあこれから上がる、ひらがな組の動画、こちらも楽しみにしていただけたらなというふうに思います。いきます、いくで、頼む、ゼロゼロ、あーおもろない番号が出ましょうまあ何かしらには座れると思うけど、勝負できるやつにしてお願いします。よし、あーもう結構みんな赤羽両墓地アイアンフォートレス入ってる感じ。これビンゴとかさ、俺取れるかなと思うんやけど、待ってちょっと待って、パラ全然いけるよ。あーマジ最新ライト取れたんですけど、最新ライト取れたんですけどとりあえずビンゴをやっていきたいなと思います。なりあがり。さあというわけで、なんとビンゴ取れちゃった嬉しい。さあ1万入れて、もう見たらわかるよねこのフォルム、面白いっすもう面白い。ただ磯丸まだそんなにこの台で、ウハウハな感じを味わったことないんですけど、もうやることはシンプルで通常時、まずもう数字揃えるだけです。まあやっていきましょうか。学者っぽいけどこの感じで数字3つ揃えるだけ。まあその数字3つ揃えるのに、じゃあ一体どんな抽選がされてんねんで、まあ、ここが一番大事なところなんで、そこも踏まえて、説明していきたいと思いますが、改めてなんですけれども、この台磯丸先に言っておきます、9万負けてます、動画なしですっていうので、まあそれを取り返す戦いが始まってしまうのかなというふうに思います。ただ取り返すポテンシャルあります、それだけ皆さん踏まえておいてください、よろしくお願いいたします。で、まあこれね、察しのいい方は分かると思うんですけど、このビンゴ図柄を引くたんびにくるくる数字回ってるんやけど、基本的にビンゴ図柄揃った時にウェーってロングリーチかかって揃って大当たりという感じになります。で、当たったらまあ33ゲーム1セットの AT に順当 2.7 枚8枚9枚ぐらい、まあそれぐらいですかね、をループさせていくっていう感じなんですけど、相変わらずこの台といえばフォファでございますよね。なんと歴代シリーズの中でもだいぶ軽めになってる、15分の1、15回7、それ以来1回ファーファーすんのよこの台は。で、まあマックス一応777なんやけど、それにも一応理由がありまして、有利区間をねセット継続のために切ってるっていう特徴がありますね。まあそれも後々当たったら説明していこうかなというふうに思うんですけど、じゃあこの台どうやって当てんねんと、こんなシンプルな、もう目押しもいらないですからね、これ言っちゃえば。そんなねシンプルな台でどうやったら当たんねんっていう話なんですけれども、先にまずゲーム数で当たる抽選してます。これはゾロ目の3桁1112233344555、マックス999なんですけど、そのたんびに抽選しております。で、ここでの当選率全設定共通でございます。特徴的なのは奇数の、ゾーンのところで、特に111とかは、20% で当たります。ただ5回に1回はそこで引っかかるよという仕様になっております。で、それ以外にどうやって当たるの、デジタル周期抽選っていうのを行っておりまして、ビンゴリプレイを規定回数引くと大当たりの抽選をするっていうことをやっております。で、その規定回数11回、33回で、マックス99回、いや99やばくねみたいな、そんなヒートボードやばいやんと思うかもしれないですけど、これ自体は3分の1でくるんで、99でもまあ大体300ゲーム回せば1回は受けれます。で、99選ばれる確率っていうのも、まあ初回デジタル抽選1回受けるまではもうあんまりなくて、2回目以降でも多分 20% ぐらいしかないから、1有利区間内に全然99選ばれへんこともある。まあ選ばれたとしても300ゲームくらい回せば到達するよねっていう、そういう話でございます。で、ここのデジタル周期抽選の当選率に設定差がある。じゃあどうやったら分かるのって話なんですけど、ビンゴリップ引いた時にゾロ目じゃないゲーム数とかでね、いきなりロングリーチが何回か来たら、あれこれデジタル周期当選してるなということを察してくれよっていう台です。だから皆まで語らないこの台は、だいぶ静かっす。ポイーンとか言ってなんかね煽り出したりしたら、あれ到達してるかもなみたいな、こういうのね。でもこれじゃなくて枠青くなってが多分ロングリーチなんで、これ多分まだダメですね。まあ11回目33回目、まあ基本的に多いのは33回55回77回、まあこれのどれかが選ばれやすいのかなというふうに思います。で、さっきちょろっと喋ってる時出てきたんやけど、チェリーですね、この台なんとビンゴチェリーつきました。そういうので一応デジタル周期の規定回数を減算する抽選みたいなのをしてます。だからまあでも見た目じゃ分からへんから、なんかまあでもレア役引いててビンゴ次引いたらなんかパーみたいな煽り出したみたいなのはあるかもしれないですね。いいよねこのクラシックの音が。で、ちなみに言うと磯丸大好きやったのがスーパービンゴネオで、そしてその後に出たプレミアムビンゴやな、一緒ですけどね。
あのファーファー確率が上がってるっていうので最高でしたね。めっちゃ負けました本当に。しこたま負けた。でも楽しい。なんせビンコちゃんが可愛かったからね。その名残でいくとこの台ビンコいねっす。セグしかねっす。まあでもそれでもいいのかなと。ちゃんと特化ゾーンもねセブンラッシュだったり、まあ、夢状態スーパーカウントダウンありますから、まあ、そういうのもね、まあ、入ればですけど説明していけたらなというふうに思います。でじゃあどうやってデュラマ出すねんと。もうね単純明快。さっきも言って33ゲームの AT をループさせていくんやけど、まあ、どっかでファーバーすればねそのセット大量獲得できますよね。もちろんだけど、まあそれが無理やった。じゃあカウントダウン7、昔もありましたね、カウントダウン7で継続を狙いましょう。 BGM ストップしたら当たりっていうのがあるんですけど、そのカウントダウン7中に曲止まれば継続。じゃあそれどんぐらいなんやって。初当たり時は 50% で継続します。で2回目以降 75% で継続します。ずっと 75% ループで、そのたんびに継続するために15分の1でファーファー。もうおもろいや、もうおもろいっていう感じでございます。厳密にどんな抽選がされてるとかレアグレがかかるのかとかその辺わかんないんですけど、まああの BGM ねてってれてれてれっていうあの BGM で音楽止めましょうねっていう感じです。でいいのがこの台もう当たり前に毎回貫通します。その1回の 75% バルブの方入れば初当たりのあれを超えたら多分その時にユレカ切ってて、分かりやすくバルブレイブの聴覚部みたいな感じやな。 75% でループし続けるという感じです。で 6.5 号機ですね。だからまあ1セットの最大はだいたい2400だから、ファーファーの限界値が777なんですよね。それ以上乗せても出会えへんから。ただまあそれ終わった後にもう一回ファーファーチャンスがあるから、まあ言ったら一撃万枚全然夢じゃない。最短5連ぐらいで一応いけなくはない、そんな感じの台になってます。なのでまずはデジタル周期抽選あるいは、111のところをね、当てれるかどうかを見ていきたいなと思います。で前日が136回転でやめられてるんですよ。多分ね学校したからねリストでかかってると思うけど、言うて死んでやからね。ただここのバラエティコーナーがねどうなのかっていうのはもうわからないんで、あの空き具合見るとねめちゃめちゃ選べましたから、ね、まあでもそのバラエティの中でも俺はこれ一番打ちたかった。まあ本当第一候補やったんでド本命座れてめっちゃ嬉しいですね。ただこの台負け方ももうやばいからマジで 50% 取れずループしても2連 75% ですからね。言うてファーファーせずもういじめられ倒しますよ余裕で。ボコボコです。いやそうならないように頑張りたい。多分ねリセットかどうか見上げるのはこの111踏んだ後のビンゴ図柄の時に煽り出すんですよゲーム数のやつは。そこでちょっと見てあげたら分かりそうな気はするんやけど、どうなんでしょうね。いやでも据え置きやったとしたら222を待って、これ届いてないぞ。うわどうなんやろな。デジタル周期抽選がここで被ってる可能性はある。まあ関係ないからね別に設定は当たっちゃえば一緒なんで。どう、え何この音。うわ行ったかも、これ当たったかもしれん。こんな音なんないっすよ。おぬるっとぬるっと当たりましたあんな音なかなかならないんで。でゲーム数ぴったり111なんですけど、多分ねこれねゲーム数当たるときって111を超えてからこれ揃えたときに当たるんで、これねどうかちょっと怪しいね。まあデジタル周期で当たった可能性は高いかもしれへん。でここから7揃えて、始まり始まりでございますね。さあ行きましょう。これ揃えて当たりやな。はい。でこっからねふわふわするかどうかですから、一発目ですからね景気よくやっていきたいなと思います。うわうわはいまあこんな感じでございますよ。これで33ゲーム合わせとで継続するかどうか 50% ねやっていきましょう。で一応この最中ビンゴ姿揃えたら、7揃いの可能性あります。ほんならまた同じ抽選受けられるんで15分の1ですよ。全然可能性あります。ビンゴ姿揃え確か 6% ぐらいね上乗せするのよ。 7% ぐらいで強地だと 27% 27.5% 枚数がひでえ。まあワンセット単発で終わったらまあもう言ったらもうこれぐらいのドラマなわけやから、結局どっかでファーファーさせなきゃ勝てないんだよねこの台は。7になったらねミンゴネオとかはねカウントダウン7やったけど、0になってからカウントダウン7ですね。でカウントダウン7中はナビ出ないタイプになってます。あれナビ出てくるとこが面白かったけどね。まあ7するのが全部技術技なんで、さあこれミンゴ図からやな。 6.7% で33ゲーム乗せ惜しい。さあ4、これはねヤバすぎます。でこっからカウントダウン7継続期待度は 50% でございます。さあ行きましょう。この BGM よクラシックな感じがいいよね。さあ行こう。曲が止まれば継続やな。レバーオンだよね多分止まんのが。わー嬉しゃー、嬉
嬉しい。この時点でこっから先はもう全部 75% 継続ですから。ダブル揃いはせず、さあシングル揃いでございます。はい、34とかもねあるんですけどね。1/15、そんなすぐにいらないよ。ファーファーはいいよいいよ、継続してくれただけでも嬉しいです。いや、あの枚数終わっとるんでね、さすがに一杯出さんと。でビンゴ揃いの一部で、まあ、確率的なんやけど、まあ、このセブンラッシュとかにも入る可能性あって、これ入るとめちゃめちゃ乗る、まあ、めっちゃ33ゲーム乗るみたいな感じです。であともう一個ここにあるスーパーカウントダウンセブン、多分継続時の一部でスーパーなって、そうなれば本来と 75% ループなんですけど 80% ループになって、その ST タイプで33ゲームずっと乗せて 80% 乗せていくみたいな感じになります。でもちろん15分の1のファーファーって感じだな。さあというわけで2セット目が終了しましたので、ここから楽しい楽しいカウントダウンセブンでございます。よろしくお願いします。どこでどんな抽選してるか全く分からへんでこれでかければデカーカウントダウンセブンとかもあるんですけど、それやったら成功したらファーファーやね。さあ 75% です。そこさっきよりも自信持っていきます。ここは思い出すな、あの時ドキをやばいな。でもこの辺で来とかんでやばいよな。最後っす、いいね。6、9、8、終わりです。終わりました。すいません、この一緒繰り返していく、どっかのファーファーさせましょう。まあ基本的にこの台のやめ時っていうのはカウントダウン75速やめ、あるいは111のところ、確率 20% のところを見るかって感じやね。4000で当ててんのに2連してマイナスってやばいやろ、どういうことやろ。まあシンプルな作りなんやけど、やってることおもろいタイプですね。で肝心の、まあ、この台は本当多分 AT 中には差はなくて、まあ、その特化層とかもしかしたらあるかもしれないけど、肝心の初当たりはね、ここに一番設定差あるんやけど、5段階設定ですね。1、2、3、4、6、5がない感じで、354分の1から283分の1、まあ、大体70、80ぐらい差ある感じですね。まあこれね、やっぱよくパチスロー打たれる方からしたら分かると思うんですけど、結構な差があるんで、ちょっとできれば注目したいですけどね。あとは機械割りやな、1で 98%、まあ、ちょいからやな。で6で、106パス結構あります。コインタンカー4円っす。だから6積もっても平気で負けるやろな。1積もっても5、6000枚出せる、全然出せると思う。さあ行け、いや早いな、多分あと1回ぐらいあると思う。はい行きましょう。0000000000000、全然ある。あ、いった、当たったわ。おー、ロック、デジタル初期抽選で引っかかりましたね。141でございます。え、クソラッキー。え、でこれ先ほどいいやん、これこれよ、これ先ほどいいのよ。ここなんすから、設定さあるのゲーム数の111のところじゃなくて、おそらくやけどこの規定のビンゴ回数の方で当たってるわけなんで、いい挙動いってこい。さあ、いっときますか。15分の1やからね、言うてるまよ、こんなもん。まだ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 。これがチェリーで、真ん中にビンゴ図柄やったら今日チェリーやな。でチェリー引いた時の 2.4% ぐらいでこれがつく可能性あるんですよ、夢って。それついた状態で当たれば、ファーファー濃厚ですね。楽しいな、あの、あんまり面白いな。これってビンゴハラスメント、こういう台好きなんよな、ほんとテクだけの台みたいな。楽しすぎて気づいたら2枚目っすわ。まあ、やっぱどっかででかいのをやろうねっていう台なんで、まあ、細かく刻んでいくつもりは全くないっす。でかい花火あげれっかどうか、そんだけ死ぬほど楽しいわ。伝わらんやろな、みんなに。まあでもなんとか伝えるわ、この楽しさを。さあデジタル周期到達しております。これ当てれたら両台の予感。あ、いったんじゃないこれ。デジタル周期バチバチ当たんねんけど、385です。まあ当たりはねちょっとハマっちゃいましたけど、
このゲーム数の当選に頼ってない感じ。いや、そんなことある？周りの状況次第だ。周りの状況次第です。いや、もういっちゃおう。とりあえず一発目元気よく。こっ、惜しいね。さあ、投資16,000、3回目の旗当たり。さあ、継続させますか。2連単は渋いからね。さあ、行きましょう。カウントダウン7。タッタラッタラッタラッ。あ、普通のやな。あ、でもテンパイしてるな、これ。普段テンパイしないですよ、これ。行きましょう。止まりそうな予感がします。テンパイせえへんわ。アントラー7に力はいらんのよ。799ありそうじゃない？これでも。はい、ヤスコみたいになってた。すいません。じゃあ、今うちの娘で本当はヤスコハマってんのよ。異常なし、はいってずっと言ってる。すいません、そんなことはさておき。はい、行きましょう。2、これでもう 75% ですから始まりますよ。行っていい、一発しね。1フレーム2フレームの間をね、楽しむ台でございます、この台は。さあ、3連目いけるかどうかですね。さあ、行きましょう。75%。始まった。こんにちは、いそまるです、よろしくお願いします。これを延々と繰り返していく。そしてその最中に15回もいらねえよ。そうよね、ありがとう。はよ、よいしょ。この台って何がおもろいって、ここにコンプリート表記について、コンプリートの表示についてっていう注釈みたいなのあるんですよね。意識してるもんね、この台コンプリートのこと。843、まあ、継続だけにしてはかなり頑張ってる。あ、株目よ。うわー、これです。ちょっとこれ写真撮っていいですか。嬉しい。絞り時計が9になる数字はビンゴ伝統の当たりなんで、これ継続した方はバグっす。あっ、さあ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 、行きましょう。ダーブル見てえなー、そろそろいい音やなー。行ってもいいよ、そろそろ。まだまだまだ焦んなって、10回目ですけどね。まあ、じゃあ、あとファーファーさせるだけなんだよな。とりあえず一発777を目指していこう。普通ですね。まあ、でもなんか知らんけど終わるくせえへんわ。です、あかん、始まってるこれ。あとはちょっと本当このお口がもう言ってくれるだけなんですけどね。33、普通。そうね、よろしくお願いします。あー、嬉しい。この出し方ダサくない？大丈夫？ファーファーなしまんまい目指します。さあ、というわけでなんか投資分まくりましたね。継続だけでです。さあ、行きましょう。レインボー、はい。とりあえず今トントンやからね。こっから出る出玉はプラス息の分でございます。ちょっと危ないな。最後、あかんか。ダメやな、616もね。いや、でも十分ね、トントンまでは帰ってきたから。まあ、これ継続でこんな頑張りましたけど、まあ、そういう出し方もあるんやろうけど、まあ、そうじゃないからね、この台はね。おーしゃ、前世で共通のねところで引いたんで、まあ純粋に引きが強かったって感じやね。これめちゃめちゃありがたい。 20% これルーパー始まったら結構あるな、マジで。せんなー、あかん、めっちゃ順調。これでほんまにいよいよ、継続したらマジでいよいよです。めっちゃ楽しいんやけど、このビンゴ。いや、まだか、まだまだ真骨頂じゃないもんね。よろしくお願いします。レインボー、行きます。
50%。 2連続 50% 引っ掛けて 75% ループ始まったら最高やな。あ、嬉しい。いや、始まりましたね。連チャン2連続、これはめちゃめちゃ、ちょっとだいぶ諦めてるんで今で、ここでじゃあ25回目だったらもうそれ当分も、すいません、いかです、無事です。まあそんなもんやな、なかなか確率通りな世の中は動かんよ。さあ行きましょう、 75%。 こっからのループでパワーさせます。どっかで行こう。あっ、早いのがやっぱいいのよ、話が早い。落ちた、もう忘れた、ぬるっと、まだよまだよ、もう一回か、バカでーバカでー、もっといけたろ今。いやまあでもとりあえず一発目のファーファーですね。まあ大体300ぐらいかな、これ16回目でしたね。いやもうちょい上行きたかったな。やっぱパチスロはさ、シンプルなんだよ、シンプルでいいんだよ。液晶なくてもおもろい台はいっぱいあるぞということでございますね。 ATK でもね、調子乗ったっす、完全に調子乗りましたね。まあ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 、初当たり4回にしてはぼちぼち頑張れてる気がします。そういや俺ビンゴでさ100連続ファーファーしやんかったってのがあったよ。あーこれ何回ぶりやろ、多分なんか画面のこの辺か分からないけど表示されてると思うんで、それでよう動画にしてたら、まあそれがね、今日だから16回でファーファーできてるわけやから。まあただ111じゃまだ足んねえわ、俺満足できねえわそれじゃ。これとりあえず一発目のゲームするところ、あのすげえ高い音になった、当たるなチリーみたいな。次かな、どうでしょう、厳しいか。いやでも7点いってほしいんやけど、うわやばい、いってるわ、111のところで、全くデジャブやな。 20% のところやな、 20% を引っ掛けて2連続素晴らしい、あとは継続させるだけ、いきましょう。34、なんか一発目でなんかファーファーしにくそうな感じするんだよね。まあそうだな、もうまあここからやな、この辺りも含めて全部継続させるわ。最初の 50% のところ全部継続させるマン、ここは 50%、 ここだけ 50% ね、行こう、カウントダウン7。いい、うわあ嬉しい、このカウントダウン7はスルッといったもんな。こっからまあ何回目出ます、 75% 始まるんで、やばいやつ来た、スーパーガンダウンセブンよ、ちょっと待って、 80% ループで 30% って動いて、これやばいっす、これなんでいったんか分かってないけど、7ゲームの間に、揃えばもう一回7ゲームに戻るで、まあそのために 33% っていうのをずっとやっていくっていう、やばい特化ゾーン入ってます、これ多分最強特化ゾーンな気がする。うわなんかすげえ地味やけど多分やばいやつ入ってます、いきます、ちょっとやってみるね。あかんの、はい、で今揃ったんで多分ここから7の狙いなのかな、はい、で狙う、揃えるで、まあもちろん同様にファーファーの抽選を受けながら、もう一回7からやり直しっていうのを途切れるまでやります。でこれが 80% のループです、だいぶやばいことやってる気がする。あとめっちゃ7揃うからだいぶこれ待たなあかんけど、でまたここから始まると、これやばいっすよ、これ始まってるでしょ、これ80%やからな、大丈夫やろ、どう、あ、いったやろ、これやばいわ、マジでこれやばい、中断チェリーみたいになってる。いやもうこれでだから途中でファーファーとかもやっていこうねって話をね、
ようにならんもんな。きた、1回目のフォアフォア、だから今多分合計177でございますね。からまたこれが始まると、これこれよ、あとぬるっとフォアフォアして111で、そっからの駆け引きなかったやな。ああし、あかん、これちょっと見えてきたっす、自分ちょっとこれエンディング見えたかもしれないです。2連続いっちゃおう、はい、210ね、合計どういう抽選なんだ。だからビンゴリップ引いてるときな気するので、はい、そんなことねえわそんなことねえわ、来い、あ、やばすぎる、マジでこれこれやばいわ、これはやばい、フォアマ液晶じゃねえんだって時代は。今で276ゲーム、はい、行きましょう、80パルプ集中な、追い込まれたか、あー終わってそうか、いやばい、行きます、あー耐えてくれへんねや。というわけで合計276、ちょっとしょぼい気もすんねんけど、まあいいでしょう、まあ、今のが特化ゾーンの1個やな、もう1個このセブンラッシュってのもあるんで、これは消化中に届くやつだから、ちょっとそれ目指して頑張りたいと思います。だいぶ順調やな、もうなんか1000枚近くは取れますからね、順調すぎる。まあなんか 6.5 号機の名機の匂いするよね、ナイツと同じ匂いする。ちょっとまあジャンル全然違うんやけど、シンプル部門やったら1位ちゃう。もう俺今何考えてると思う、早く次のカウントダウン7やりたいなと思ってる、ビンゴあるある。まあ、今月の締めくくりやからな、圧勝したい、まあ、ファーファーしたら333は超えたよね、333超え出したら、わかん、これどこまでいくかわからんってプレミンの時とかも覚えとったもんな。さあ最後でしたね、ごめんなさい。さあというわけで75パルプですね、継続して一発目から特化ゾーン入ってなんかようわからんことになってましたけど、957枚までは行きましたね、よろしくお願いします。でかいの見してくれ、どでかないないこ、これ終わらせたらマジもったいないからな、惜しい、心配しないね、あかんな、あめっちゃビンゴ引く、あーちょいだーちょ、さっきまで電波せんかったら何やってんて。さあ行きましょう、ちょっとここでかい当たりだけでガンガン伸ばしていきたいな。34、なんかさ、しれっとファーファーせえへんこれ、とか周りの枠がレインボーになるとかじゃないんで、ちょっと察知に遅れると言いますか。さあ1000枚突破でございます。いやもうこれはねしゃあないっす、受け入れるしかない。いやー一瞬やな、終わるときはほんまに。次速攻当ててさ、2400この下皿で出せたら3枚3000クリアや。ああ行ってますね、多分ここを到達してます。さあ決めたいです、初回のところなんで熱いです。さっきはここで当たってくれました、ブーンブーンブーン、9行ってくれ。ここからもう1回、多分4回まで行ったら多分、ああもうないか、あ行ってるよ、当たってるよこれ多分、やばいこれマジでおかしいわこれ、設定 B っす、ビンゴの B。 カメラマンちょっと今ね、僕がちょっと今喉の調子悪くて、喉飴買ってきてくれる言うて、ちょっと近くのところまで行ってくれてるんですけど、もうその間にファファやってきます、すいません、やっちゃいます。うわやば、一生デジタル周期で当たり続けるわ、初手からファーファーで、でもあま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 あ、さあ枚数めちゃめちゃ取れましたね、いきましょう、カウントダウン7、よろしく、 50% ね、ここめちゃめちゃ大事よ。あー嬉しい、始まった、さあ行きましょう、磯丸タイムの始まり始まりでございます。
まだよ、まだまだいけ、もっともっと山田君が帰ってくるまでに、あか、始まってるわ、始まってます、ちょ、マックス777なんで、ここでいこう、一旦333で勘弁しておきましょうか。でこれちょっとでも上乗せできたら多分このセット1000枚取れるな。いや、ありがとう。あと言うの忘れたけど333の音はすいません設定15ぐらいです。これ俺実際さ、で学歴も別にあるわけでもねえし、地頭も別に良くねえし、頭悪いから、ただ頭で勝負してこなかったんですよこの人生。そんな俺でも分かるっす、1000枚いくっす。すいません、パラに1台のこの台に絶対入ってるとは思ってないんやけど、積もってたら積もってないで気まずいっす。他の台の挙動も気になるところではあるやけど、別に普通っぽいよね。だから俺のガチ予想していいっすか、普通に俺の引きぶっ壊れてるっす多分。さあ1000枚突破でございやーす。さあ馬の差はなかったですが、行きましょう、キャンダウン7 75%よ。そしてファーファーも取る、普通ですね。ここがやっぱね、さっきもそうやったんだけど伸びた後がね怖えわ。ちょっとあかんねや、あるんかい、あるんかい、嬉しい、あー諦めるな、早もこの最後までたっぷりやん、撃退度あぶねー。さあ2連続34、いやでもナイス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 、今もう終わったと思ってたんでありがてえっす。あっ、すいません、終わってなかったっす、耐えました。めっちゃ最後まで引っ張るやん、嫌なんやけど。これでもいいし、ファーファーも欲しいし、 AD 紹介中にこれも欲しいねっ。組んだわ、確率ぶち超えて、あ、OK、 222以上、あ、これマジ行くわ、マジ行くわ、ちょ、777行こう、にゅる、ないか、来い。とりあえずさっきの記録に並びましたね、77は、ここえよ、ここピラ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 、ここからなるのは一緒やね、記録ピロピロが、あか、やったわ、やった、これはニュルッと吸い込まれてきました。一撃2500は OK、 3枚3000も OK ってことで大丈夫。あが、神台や、神台です、皆さんすいません、もう最後通達してた方がいいよ、ジャンクとレンチローリー、あんたらもうもうやばい台いかないともう無理だよっつって。だからやっぱりあの400超えからティラリラリラリラーンでしたね、一緒やったね、嬉しい。さあてなわけで、さあ行きましたね、これで3枚3000でございます、一旦ね、そういうわけで OK、 とりあえず1ポイント、まさか先に3枚3000の方取ってしまうとは思ってなかったですけど、なんとかこの際のポテンシャルを出し切ることができております。いざ終わるとなると早いものやな、555ゲームなんてまるで夏休みのよう。じゃあもう一回ゴールデンウィークぐらい入れましょうか。さあ555ゲーム上乗せなしで消化し終わって2641枚獲得でございます。まあ2400超えと3枚3000同時にやれましたね、最高の AT やったの。ただもう一度これ来る可能性全然ありますからね、てか 75% で全然ループしていってるうちにね。さあというわけで油断せずにいきましょう、でかいのポガン、普通です、これが恋しかった200ゲームぐらいの時に、やっぱテンパ欲しいのよね、なんか危ういカウントダウン7ばっかりだよね。はい、反応めちゃめちゃ早いです、まだまだだよ、終わんないよ、でこれ連続で来るからせ全然ありますからね、ガチでめっちゃ出す日なんてもんは確率ぶっ壊すんよ、こんなもん、まだっす、まだその時ではない。さっき555持ってたやつ33ゲーム足らんて、そんなもんせめてもうちょい上乗せあってくれよって感じやろ。
絵的な話するとごめんな、俺不器用やから出すことしかできねえんだ。さあ行きましょう、行きます。終わるときあっさりなんだよ。完全まあ行かずですね、あっさりやな。まあ、だ今は多分持ち玉が4000枚、さまい4000枚いってるかいってないかのラインです。やばいグラフになってますこれ。これでまた100のところ、あるいはデジタル周期1周期目とかで当たり出したらもう出しちゃってポン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 ってことで。ただ問題があって俺ね、喉がちぎれそうな今。久しぶりにそのホテルの乾燥で喉やられてる感じがあるっすわ。さあこれで周期到達しておりますね。ここで当たりやすくなってるのがこの台の特徴。そしてこいつ自身がめちゃめちゃここでいかがってくれるんで、当てれたらマジ神。音がね高いやつね、ピーみたいな。あマジで当たった、やばいこれ。これやばくないですか、どうなってんのこれ。68ゲーム全部1周期目のデジタル周期抽選で当たってますわ。綺麗に勝ってんだこれ。よし、これやばいわ、なんかおかしいこのビンゴ。さあ大事な大事なカウントダウン7いきましょう。 50% でございます、いきましょう。カウントダウン7ザ・セグメンチャレンジ。テレテレレテ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 レ。行く気しかしなかった、正直正直ね、今の流れで行かへんわけがない。さあここから75パーループ始まり始まり、777乗せしてこの戦いを終わらせる。まあループしてりゃいつか来んじゃねえのっつう話をね。さあ行きましょう、カウントダウン7よ。でかいのレインボー、レインボーナイス、うめえわ。777ってんぎんじゃないの、そう思っちゃいますけどね。これがいいな。うわうわ、カラーここで消えましたもんね、さっきはね消えたりがつきましたもんね。タイミングがねちょっと難しい。これ見たみんなビンゴ簡単やと思ってまうやん。みんな忘れたらあかんのか、この台コイン単価4円です。荒い台です、この台は今もう究極に上振れてる。さあ行きましょう。まあこの辺が危ないところだな、どう考えても。すいません大丈夫でした、ありがとうございます。大丈夫でした。あのもう継続率 75% で関係ないわこれ。バルブレイブやったらもう毎回聴覚目いってるからね。あー残念、これ危ない。あっごめんごめん、大きい声出しちゃった。カブメっすね、これ当たってますわ。大丈夫です、いきます。あっす、あれ気持ちいいね。まだまだ終わりそうにはなかった、大丈夫さよ。にょるなーい、ごめん。うわ、きた、マジか、やばいやばいやばい、マジか、うわ、やばいやばいやばい。ちょ待って、ガチやばいぞこれ。ちょっと一回こっちすわ。ちょっと今スタッフさ、ドラマの状況見てきます言うて帰ってきてないけど、もう俺バグ出ししてここ残り999とかにしといていいっすかね。80%ね、行きましょう、継続させまくるぜ。もう恥ずかしくて見せらんないっす、むしろいなくてよかった。スタッフ66っすね、ダサはず。 80% やぞ、入れれたことに価値があるんで、まあいいでしょう。さあ腹切れドライブさせるか、777ドライブさせましょう、よろしくお願いします。あかん、すごいわ、継続の方もすごいのよ、本当にとんでもないこの子。ただ継続するだけじゃねえぞ。
全然来ていい。さあ行きましょう、カウントダウン7。なんかちょっと分かりつつあるというか分かってきた気がします。はい、これ何枚あんの。5249枚。とりあえずあっこまで見るか。もう全部これ初回の周期で終わらせる台なんでこいつ、デジタルの方とゲーム数の111どっちかでコミットしてくるんで、多分いや分からん、もしかしたら多少あれはあるんかもしれへんけど、あの設定的にはね、もしかしたらいいんかもしれへんけど、そんなことよりも俺の日がと思うよ多分。だから俺がもうあかんと思ったらそれはもうあかんから、で今なんか意味のわからん上振れでずっとここまで来ただけなんで、まあちょっと引き際かなって思っちゃってる自分がいます。というか多分絶対にここが引き際です。ここは障害なんでめっちゃ熱いところ、まあ、当たってくれそうな気もするし当たってくれなそうな気もする。いやーちょっとこれ渋いかもガチで。こうあー取れて、いやでもね4回目のパターンで当たってるのがあるんで、はい、やめますか、やめましょう。177回転でやめます。グラフ一応最後ちょっと見ていただけますか。にょーんって出てるんやけど、まあ一撃でここ出たわけじゃないのよね。まあなんかすげえ細かいのを刻んで、これこんな偶然なかなかないと思うんで、マジで上振れたと思います本当に。そんな感じで、ガタガラ2人、あ、ひらがな2人見てるか、磯丸やっちゃった、ごめんね。最後ドラマ紹介の方していきたいなというふうに思います。行きましょう、スマスロコーナー見ましょうか。北斗当たり回数、初当たり回数的にはもう申し分ない台がめちゃくちゃあります。17回でゴールからね、北斗むっちゃええわ。8000枚のバルブレムがおる。なんか16000枚、早いよ早いよコンプリート。これワンチャン全部やってないか。いやマイジャグめっちゃ強いな、マイジャグかなり強いわ。はい、てな感じでバルブレイブもうコンプリート出てるの早すぎるやろっていう、あとゴブリン、この時間だって聞いたら結構ゴブリンとか負けない出てくるんやけど、いつも行ってる店とかやと。じゃあまだ出てないんで、まあ、粘る根拠ありなのかなというふうに思います。でまあ今月最後の実戦ということで、ひらがなの追随を許さない形になったんじゃないでしょうか。まあどうなるかは分からない、動画が分かる順番とかも分からないんですけど、ジャン君レンジローの動画ぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。ぜひこのバトルの結末見届けてください。ありがとうございました。わらしべ打法っていうやつをスロットでもできるんちゃうかなっていう。まず A タイプで、その次、まあ、6号機とか 6.5 号機で、スマスロおいっすよし。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。じゃんけんぽん。